アンチはうんち、ウィスへ浜野です。今回ですね、僕のツイッターの方にこんなメッセージが届きました。浜野さん、フォローありがとうございます。何ですか、勝負ですか。いいですよ、フォローもピケもディスマも負ける自信マックスですけどね。最近ね、こういうメッセージがちょっとね DM で来るんですけど、基本的にはあまり無視してるんですが、なんとこの人実写動画をやっておりましたので、僕に負けたら謝罪動画なという条件で、勝負することにしました。はい、じゃあそれではご覧ください。どうぞ。アメキチ、はい、覚悟は決まったのか。覚悟は決まってますね、もう正直。おお、俺と戦いたいのか、アメキチ。そうです、そうです、戦いたいです。君はアンチか。いや、アンチではないです、もうむしろ大ファンです。そうか、アメキチよ。はい、お前負けたら謝罪だ。分かってますよ、もちろん実写でですよね。でもね、謝罪はねちょっとやめようかなと思って、はい、まあ、謝りながらソーラン節を踊ってもらおうかなと思って。ソーラン節、はい、大丈夫ですか。そう、全然大丈夫です。招待限定移動。お前分かってんだろうな、お前負けたらあれだぞ、ソーラン節だぞ、はい、謝罪しながらソーラン節だからな。いや、もちろんやりますよ、それは。分かったか。もちろん、配信者として。よし。ワンダウン、ワンダウン。ちなみに何カウントぐらいでいます、これって。10ですか。来た、来た、ロケラン来た。わお、おい、ガミチ。はい、お前元気がねえんだよ、そもそもよ。元気がない、もうちょっと元気を出してほしいと。お前 DM では元気なのに、お前セッションで喋ったら元気ねえってどういうことだよ。お前、いや、ちょっと夜なんで深夜のね、やっぱ近所迷惑とかそういうの考えてるんで。関係ないんだよ、ガミチ。あばよ、それが生きてるんですよ。そうか、ガミチさ、お前敬語なんて使ってて、まず俺に勝てると思ってんの。はい、いや、やっぱ本当にレジェンドですよ、GTA 界のガミちゃん。大先輩ですよ、もうそんな敬語以外 OK なんですかっていう。お前 GTA の世界に敬語なんていらねえんだよ。そうなんすか。わかったか。それじゃあガンガン攻めていくしかねえな、これは。お前調子乗ってんじゃねえよ。すみませんでした。お前やる気あんのかよ。いや、やる気ありますよ。やる気あります、めちゃくちゃ。1キルを2戦目で1キルしてよ。違うんですよ、浜野さんが強すぎるんですよ。どこにいんのあなた。そして、うわ、ガムシやったじゃん。はい、Oh no。 ダメー、あと俺3デスでダメなんだ。これで3デスか、君にくれよ。あのね、必死さが足りないんだよ、必死。そう、それ動画でも自分の動画でよく言われます。なんか GTA の何かが足りないと。とりあえず今叫んでみ、なんか変わるかもしれない。やってやろうじゃねえか。ダメだね、それお母さんに今気にしてるだろ。いや、めっちゃ気にしてました。ああ、気にすんの、叫べ。やってやろうじゃねえか。もうちょいだ、一息出していこう、出していこう、出していこう、もう一回やっていこう、やっていこうじゃねえか。 OK ですかね、今の。ちょ、レジェンドのちょっと点数的に言うと いくつぐらいですか。Oh no、あと1ですだよ。ダメだこれ。あばよ、あ、くそ、マジで。はい、終了でーす。はい、ありがとうございました。ソーラン節。
そこで喧嘩を買ってもらって対話をしたわけなんですけども、僕の元気があまりにもなさすぎて、正直言って浜野さんも僕の動画正直言ってボツにしてもいいんじゃないかと思って、何を言ってんだね君は、投げてくださっているんだろうですけども、本当に僕はそこに感謝してます、ありがとうございます。もう感謝しろ俺に、てな感じで亀吉は負けてしまったと、負けてしまった、何をする、なんだよそのポーズ、ソーラン節をするべきじゃないか、ソーラム節するべきっておかしくないお前、罰ゲームなんだよ思います。なんだ今のポーズは。なんだ今のポーズ。ていうか腹割れてないお前、マッチョじゃん、ガリガリマッチョ。どっこいしょしろ、どっこいしょ。おい何やってんのお前。おいおい、骸骨が踊ってんなお前。やっぱお前は。あの外人の踊りしろよ。なんでこっちのガチの方なんだお前。ふざけんなよ。おいどこ見てんだお前。おい死にかけてたぞお前顔が。何をやっとんだよお前は。ちっちゃくどっこいしょどっこいしょって聞こえるな。最後までご視聴いただきありがとうございました。お前の動画なんかいこれ。全然謝罪じゃねえじゃねえかよ。